テスダーガです。私がカーデスです。そしてアシスタントは、はい、コーナーマリカです。マリカさん、ね、髪が伸びたねっていうのを今日一番先に、はい、ですね、栗原が言う前に僕は言ってましたからね。伸びました。そうなんですよ、ね、早いね、うん、はい、女の子が一日で伸びました。これはそんなわけないだろ。そんなわけないだろ。そんなまあエクステですけどね。知ってるわみんな。じゃあ栗原、はい、さあ今日は一体何やんのかな。はい、本日は PC ゲームをやっていきたいと思います。こちらのタイトル、ケーキバッシュ。念入りな練習をやりました。本当に流されないの、さっきの練習。あれは流さないです。そうなんですか。あれはすごい長くやりましたけど、だ別に俺が最下位でも別に何にも関係ない。もうだって30分以上やってましたよね多分。うん、それぐらい楽しめるっていうゲームだってことを僕たちが今証明するわけ。なるほど、うん、あんなに練習したのにこんなに新鮮にやるんだみたいなね。そっかそっか、新鮮な気持ちでやるんですね。やっていきたいと思いますけどね。はい、はい、ということで早速いきましょう。ゲーム画面こちらです。ドゥン。はい、ということでケーキバッシュでございますよ。それで4人までケーキのバトルを得るみたいな感じでね。ケーキのバトルは。さあ、とりあえず1回入っていきましょうかね。はい、ローカルモード、自分の好きなケーキを選んで、はい、色を選びます。 P1 がゴージャスさんですね、はい、私が P2 がマリンカさん、はい、P3 が私栗原です。じゃあロールケーキじゃない、これロールケーキかな、にしようかな。あ、かわいい。これを気に入ってる。エクレアさんにしようと思います。はい、この赤白かわいい。これ何ケーキそれ。これ何でしょう。カップケーキでもないし、ね、ロールケーキっぽくもないし、まあ、アメリカっぽいからね。はい、あ、お菓子が我々が、ね、ショーケースに並ぶわけでございまして、でお客様に選ばれるためにトッピングを施していく、はい、このためにはトッピングのためにはバトルロワイヤルでポイントを稼がなければいけない。なるほど、単純な。あら、トイストーリーみたいなね。トイストーリー。ケーキが、あ、そっか、ケーキが生きてた。みんな見てないと。ハロー、みんな、あれ人、なんで俺がやるんだっけ。やってるなと思いました。声優さんにやってもらうね。いいじゃないですか、せっかくやり始めたんだから。恥ずかしくなってきちゃった。やって、うん、あ、終わっちゃった。今回の注文はチョコたっぷりのお菓子をお願い。チョコ？いや、もうこの時点でもうドーナツチョコじゃない、これ。はい、ね、本当ですね。で、チョコ仕立て、ああこれが変わるわけね。チョコをトッピングしようねってことか。はい、そのためにコインを戦って戦い抜いてゲットします。なるほど。さあ、じゃあどっちにしようか選びましょう。はーい、はい、投票。ゲームは2つのうちから投票制ですね。じゃあベーカリー。じゃあベーカリー。かわいい。ボットだけファクティー。うわ、喧嘩してる。いやいや、もうかよ、もう。喧嘩してる。うわ、このように美しくない、ボコボコに。かわいいキャラだけどね。ボコボコに。フルーツ様に。お、出た出た。パタタップしてフルーツ持ち上げていきましょう。はい、パスか。金のフルーツきますからね、でもそのうち。そうですね。いや、お前もうやる気できてんじゃん。お前、あ、自分の見てなかった。自分こっちか。自分どれだろう。いや、ちょっと俺ちょっと、あ、なんかお前もうだ、邪魔できるんじゃないか。あ、これをやってるともう本当に、あ、まず本当に終わっちゃう。誰にも見られないうちにイチゴを獲得して投げたい。よいしょ、やばいちょっと待ってね。あ、イチゴ、えい、やめ、あれ、まずい、あ金のイチゴ、あ、ちょっと金のイチゴ、あれ、あ、やばい、金のイチゴ、金を渡さない、まずいぞ、クリちゃんさんが一歩リードですよ、これは。栗原がお前目立つゲームじゃないんだぞ、これ。まずいですよ、これは。勝負には真剣になって、あー、ゴーさん、我々も頑張らなければ。あ、やばい、ちょっと勝負には真剣になってしまったかな。真剣になる。お前、ちょっと、おい、やばいぞ、おい、よしよし、お前、何やってんだ。そう、もうバトルはですから、
バトルロワイヤル頂上決戦ですから、ここは。いやちょっと全然言えなくなんだけど、まず、あー卵、生卵が標準が合わないんだよ、もう。あーやばい、あーこの卵が出てきて、キーキーと言って、あーキーやーやだ、やだ、やだ、やめろ、ちょっと私の方やってる場合じゃないですよ。クリちゃんさんが今キー入れましたよ、お前ら。まずい、まずい、まずい、お前、お前何ここで売れようとしてんの、お前。終わっちゃう、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 お前、惰性で俺流れに行くんじゃないよ。おい、全然何にも終わりない。3ポイントだろ、練習と一緒じゃねえか。3ポイント。ただここで別にいっぱい入れようが、はい、あのポイント制だから関係ない。え、どういうことですか。ここでもらえる10個差がついても1コインの差でしかないから。おー、うん、だからここ別に関係ない。なるほど、自分の得意なやつだけやればいい、それだけの話。おお、なるほど。じゃあ不得意だったんですね、さっきのは。あれは不得意。なるほど。よし、ここでトッピングを獲得したコインで、はい、ガチャもあるよ。はい、ゲットする。変なのも混ざってるよ。捨てるのも2コイン。同じトッピング3つ買うといいんだ。3つね、はい、なるほどな。じゃあガチャすればいいじゃないですか。購入。なんで一緒のことになってるんですか。なんで一緒のことになってるんですか。残り時間がね、残り時間がありますからね、皆さん。なんで一緒のことになってるんですか。変わってない、変わってない、よっしゃ、よっしゃ。あるんだ、そういうの。これキャンプファイヤー得意。あ、キャンプファイヤー確かに。ちょっとこれリベンジしたいからな。じゃあ、さあ、はい、マシュマロを焼くんですね。行きましょう。で、火の強さが変わりますんでね。はい、気をつけてやっていきましょう。1分。間違えた。間違えた、間違えた、間違えた。こんがりいい具合に焼けるほどポイントが高いんですね。なるほど。いや、これ NPC 強いんだよな。2回間違えちゃった。ああ、微妙だった。あ、微妙だった。あ、やばい。よし。火くべられるから。ああ、マリンカさん強い。そうなんですよ。ちょっと今回いい感じ。慎重にね。負けてらんない。よいしょ、あー、微妙だった。ボコボコだ。あ、100点。すごい。やっぱあれだ。ボコボコだな。ボコボコ出ると焼きすぎですよ。そうですよね。強いよ。いや、クリちゃんさん強いな。クリは練習してるから。してない、あんまり関係ないですよ。我々も練習したんですから。前日。修行が前日、1回しかやってませんよって言ったけど、1回が長い、5時間ぐらいの1回やった。1回とは。あー、やばい。あー、ギリギリ勝った。おい。俺得意って言ったのに。ただここで別に、ここで、あと別に1枚、1枚の差だ。パティオかな。よし、ハト。俺じゃなくてハトにやってもらう。ハトに倒してもらう。いつも喧嘩してるな、そこは。カップケーキとエクレアは仲が悪いんだよ。本当にさ。全然違う種類のはずなのに。甘いはせい。これはトッピングをデコレーション。トッピングの代わりってデコレーションしよう。はい、そうだそうだ。取るんだ、デコレーション。より一層トッピングつけた方の勝ち。なるほど。で、殴ると振り払うことができます。よくないよな、それはな。うおー、来た、ハト来た、ハト来た。えい、あはは、全然取れなかった。怖いよ、やばい、ハトにやられた。ハト怖いよ、ハト。えい、あー、痛い。ハト、ちょっと、くー、これなんだ、やばい。うわうわうわ、変なの落っこちてきた。ハトハト、ハトが寄ってっちゃった、間違ってた。マリンカちゃん、マリンカちゃんも無言で殴ります。ハトー、やーやー、怖い、怖い、来ないでー。マリンカちゃんも来ないでー。マリンカちゃんも結構投げてくるんだよ。バトル終わりですから、もうこれ。ハトー、来た来た来た、俺が全てを取る。ハトから
逃れるとき、なんで丸押せなかったんだろう。うーしゃー、俺も当たった。重いとき、あとの分できないんだ。いで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 、うわ、ベトベト。いやいやいや、ちょっと全然ついてないじゃん。ベトベト、こんなすごい狙ってくる。えい、うわー、なんか分あれ、カップケーキさんがなんか、ゴーさんがなんか一人で独走してる。あれ、なんかぶつかった。うーわ、うわー、ハトが来るぞ。意地が悪いですよ、あなたたち。いやー、ちょっと、おい、ここ来ないで、来ないで、ハト来ないで、キャーハト来ない、いけるんだよ、これいけるんだよ、そう。あー、どっち。いやあいつ、本当にもうめちゃめちゃやってるから。やってない、めちゃめちゃやってる。あ、俺が一番得意なやつやろ。得意なんですか。アイスシャット、マシュマロの方がお得意なイメージでしたけど。いや、マシュマロはね、所詮ね、マシュマロ。今日も仲が悪いな。これ苦手なんですよね。これ上からアイスが落ちてくるので、それをどんどん積み重ねる、はい、でも歩くと落ちちゃうので、はい、それをどうするかね。バランス感覚でね。あ、もう一個、ここに。いや、ちょ、私のとこでさ。あ、ちょ、端っこに。こっちか、こっちか、ここら辺か、ここか。あ、まずい、あー、こっちゃ、こっちゃ。バランスが、斜めっちゃバランスが。おお。うわあ。ああ、こちゃこちゃ。斜めっちゃうと、斜めった位置にしか行かないんだ。いいようなのかな。ああ。まずい、まずい。おこちゃおこちゃおこちゃ。あと10秒。むずい。ちょっとキープしにかかりました。やばい、ゴーさんに負ける。あと1個、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 あと1個。はい、どう？あ、同列？なんか出ちゃった。あれ？強っ。ちょっと。全然ボットじゃん。違うじゃん。ボットじゃん、おい。ちょっと俺今勝てると思って、コメントも考えてたのに。夢みたい。でも夢じゃないって。あれ、なんか聞いたことある。え、聞いたことある？聞いたことありますね。これはクッキーを作る。あ、あれね、フォーチュンクッキーをやっつけるやつね。あー、壊していくやつか。いやー、フォーチュンクッキーがな、湧く場所が結構固定されてるんだよな。うわ、危ない。よいしょ。ゴーさん、殴る場所間違ってますよ。何？間違ってない、俺。栗原殴ればいいの。いや、マニック、間違ってたよ、今。フォーチュンクッキーと間違えました。いやいや、全然形違うから。あ、これ割れない。あ、よっしゃ。うわー、危ない。金ピカのやつは…よっしゃ。行った。あ、こっちに全然湧かない。よっしゃ、行った。フォーチュンクッキーが、うわ、切った壊したい。ビューッ。いやー、かすってた。あれ、自分どこだ。いた。よし、あるあるある。嘘、売ってます。おみくじ入ってんだよね。そうらしいですね。私見たことも食べたこともない。中華料理。あ、痛い、危ない。中華料理なんですか、これ。英語だけど。うん。あ、やばいやばい。あー、俺のやつ。これサクサに紛れて壊せた気がする。黄色。うわ
ポート、よいしょ。 NPC には負けたくない。いやいや、ピヨ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 、あーどう、負けたー、あーまた負けたよ。なんだ俺、一回も優勝せんじゃん。やりました、いいですね。俺の金ピカを壊したからな。あ、私が集めてるやつだ。失敗しろ。あー魚来たー、臭い。よっしゃ、よいしょ。俺もガチャしよう、しよう。え、うわー、ダメなやつじゃん。ダメなの、チーズ美味しいじゃん。うわー、緑ー、変なのついちゃった。スモアクッキングってやった？やったことないです。初めてですね。スモア、ガチャしなければよかった。臭い臭い、プンプンする。円が重なったタイミングでバツ。わかんないけどやってみましょう。あ、そういうことか。ん？え、なんだこれ。あ、なるほど。このタイミング、ここか。ここだ。おとげ、おとげだ、おとげ。うわ、難しいな。難しい。えい、今ダメだったかな。おい、あーダメだった。これ今うまいんじゃない、これ超うまいんじゃない。うわ、全然ダメじゃん。はい、そっか、これで失敗すると出が悪いんだ、クリームの出が。あ、そういうこと。そういうのがあるみたいな。うーわ、これうまいんじゃない、これほら。えい、あと、うわ、終わっちゃう、終わっちゃう。マリカさんうまい。いや、俺あ、あれ、あ、負けたよ、お前。唯一あれが自分でうまいと思ってたのに。あ、ゴーさんに負けた。残念でしたね。上には上がいるってことを忘れないでください。あれ、あ、最後のゲーム、やばい。パティオかファクトリー。ファクトリーまだやってないですよね、今回。ファクトリー、あ、ファクトリー今回ね、とか木のところ。この草も早く捨てたい。今日も喧嘩してるな。よし。花火を取ったら逃げろ。あ、違うやつだ、でも。違いますね、うん。最終的に花火を取ったやつが勝ちってことね。え、そういうこと？花火取れ。あ、ほんとだ。あ、えらもえら。あ、ゴーさん得点増えてってる。あ、そういうことか。じゃあ、今取らなきゃいいってことじゃないんだ。痛い痛い、うわうわ、逃げろ逃げろ。あれ、全然落ちないじゃん。ね、いただき。どういう原理なの？あ、クリアさんが持ってる。おー、これ難しいな、全然手に入んない。あ、ちち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 いただき。うわー、全然手に入んない、これ。嘘、全然手に入んない。あー、邪魔しちゃったよ。全然ダメだ。うわ、ドライバードライバー、誰今。そういうことか、殴れば自分で奪えるんだ。よいしょ。あっ、うー、えい、あー、ダメだ。よっしゃー、何言ってんすか、ゴーさん。よいしょ、マリカちゃん、よこした。あー、ちち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 、うわー、難しい。
しいな。俺のだそれ、俺のだ返せ、俺のだ俺のだ俺のだ、おい難しかったな。ため攻撃が大事だったんだな。そうなんでも溜めてる間にいなくなっちゃうじゃんって。まあそうなんですけど、それはもうチームプレーですよ、他の人との。くそー、よしガチャ三昧だな。うわまず臭いの捨てないと。よいしょ、ガチャができなければ問題ないだろ。あ、捨てるのか。あれ、これ買おう。いや、こんなことやってる場合じゃない。もうなくなっちゃったコイン、やばい、悲しい。マイナス40でかい、終わっちゃったよ。これ NPC めっちゃ強い気がするな。どう、うん、さあ誰が一番美味しく仕上がったんでしょうか。頑張ったでしょこれ。結局ポイントなんだもんね最後。俺どう、ほら結構刺さってるもん。いや、マリンカさんも結構刺さってますよ。刺さってますよね。いや刺さってなくても美味しいよ。刺さってる数は一緒だけど、しょぼくないですか。結局うまいよこれが一番。結局うまいよ。すごいとこについてます。結局うまい。だからあの棒なんて結局外すんだから。多い気がするな。多分あれ100点じゃないかな。うわー、50点か。なるほど。どうだろう。お客様、お客様、お願いします。お願いします。お客様、お客様、お客様。あーいやーおい、栗原も前日から本当に練習やってない。本当にくー、10ポイントの差か。あれ、小林さんどうしたんですか。俺はだって民間のケーキだからさ。民間のケーキだよ。そんなハイブランド志向じゃないよ。そう、浮かない顔してらっしゃいますけど。本当にそんなに、そんなに飾ってもしょうがないんだよ。飾っても仕方、ああなるほど。そんなに飾ってもさ、俺はもう地味でいきたい。地味こんなに飾ってらっしゃいますけど、ゴージャス欲しいって入ってますけど。僕はもう全然もう皆さんと一緒の立場。そうなんですね。背伸びしない。はい。激バッシュ。PS4。はい。はい。もう一回やりましょうか。本当に？はい。もう一回やるお願いの仕方じゃないな。お願いしなきゃいけないんですか。ゲームやるために。もう一回やろう。はい。もう一回やろう。やりましょう。一回じゃ俺も本気出すわ。うん、次回じゃ出してなかった。出してない。あ、そうなんですね。固めつぶってさ。固めつぶってずっと。うん、はあ。半分近く出してる。ということで、はい、次回もケーキバッシュ、はい、はい、やっていきたいと思います。いや、はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。ケーキでは食べるの？ケーキ。あ、でも今年はクリスマスケーキ予約しました。あら、あのいつもクリスマス当日になって、うん、あ、そういえばブッシュドノエル私食べたことないなっていつも思い出して、木みたいなやつ、そうです、うん、木みたいなやつ、うん、あれをいつも食べたくなって、うん、クリスマスに探し回るんですけど、うん、やっぱみんな予約してるから買えないんです、買えたことがないんですよ、うん、っていう痛い目に見てるのを今年は早めに思い出して予約しました、うん、みんなも予約しようね、はい、しようね、もう終わってるから。今年は食べてます。はい。